じゃあこれからですね、プレ大会終わりましたので、これからあの四季の細道104回を始めたいと思ってます。ちょっとまだ組み合わせが出ておりません。エクスパーさんが帰ってしまいましたので、8人参加者8人となります。じゃあちょっと組み合わせでき次第ね。はい、なんかバタバタしておりますが、はい、何やら慌ただしいですね。四季の細道始まりました。あ、もう四季の細道こっからですね。さあ、マンピー側ほぼ山本チュンピー、スピー側が破天荒流。先ほどの戦いではですね、はい、破天荒さんが勝ったんですが、はい、まあ、どうなるかということですよね。さあ、昇龍出る。山本さん、開幕竜だったみたいですが、ではそうですね、この際なんでもうやってみましょう。そうですね、やっちゃいましょう。真空が刺さってしまう。そうですね、いつもの真空不順だったんですけど、まあまあまあ。さあ、2ラウンド目破天荒さんが1本取っていきました。やはり、まあこれも弾で押して方がやっぱ有利なんですかね。これもさっさと真空溜めちゃって、今なんかちょっといいですね、今見ました。地味なテクニックが、地味テクがありましたね。飛行剣をガードと見せかけて消えるとこまで待って引きつけてファイヤーみたいな。おっ、かっこいい。これやってる動き、打っていく。チュンリーを知っている。勝ったのは破天荒さんの竜。続きまして、アク選手の竜剣、 X 剣。お金がないよ。さあ、続きまして、ハクさんは X 剣。先ほどは出番がなかった X 剣ですかね。そうですね、今回が初のお披露目。なんでしょう、先ほどのルールだと、はい、勝ってしまったチームは出番がない人がいたりするんですね。そうですね、うちのチーム全部負けてるから全員出番があったみたいな。あ、ではあの全員取れたか取れるね。全員2試合ずつやってるから、はい、なか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 ね、クレバーな選択、クレバーな選択。そうですね、あの動画的にね、たくさん遊んだ方がいい。そうですね、動画的にも美味しいし、はい、まあ、こちらとしても美味しい、出番がいっぱいある。そう、はい、いい大会だと思いますよ。さあ、ハクさんの X 剣ですが、これはまあ、まず破天荒さんが1本。さすが本職といったところか。なんといってもまあ、そうですね、やっぱり龍剣だとやっぱ龍ですよね、これは。そう、弾が強い。さあ、めくり見えねえ。さあ、ファイヤーハードを食らって、まあ食らってしまう。画面足きつい。弾の回転跳ね、しかし、あちょっと狙ってるでしたね。はい、しかし止めないですね。勝ったのは破天荒さんの竜。続きまして、友澤さんの、さあ、イスラエルチュンリー。友澤さんのイスラエルチュンリー、はい。長いですね、こいつさんいなければ。あの、イスラエル仕様って、こいつさんいなければさっきうちの優勝もあったのに。そうですよね、このあの赤いコスチュームはあの当てるだけで、あの死んでいった者たちの返り血で塗られています。あ、なるほど、はい、散るられた赤装束。さあ、チャイニーズサマーソルトが刺さって投げる。さあ、天候さん、チュンリー戦うまいと思うんですが、
これだよな。もううまいとかそういうの関係なしにね。これが強い。人類平等二択が。そうですね。人類平等に与えられた二択。生きるか死ぬかみたいな。表か裏か。表か裏か。さあ勝利を使ってこれはやばい。技を振れば当たっている誰でもできるピュアコンボ。勝ったのはイスラエル順に続きまして、あ、デンさん、デンさんのベガ。さあでもまたかわいそうな感じ。お待たせしました、千年遊べるカード来ましたよ。確かに竜ガエルより遊べるカードですからね、1000年遊べるカード、はい、多分今999年と8ヶ月ぐらいですよね。そうですね、あと4ヶ月ぐらいで終わりっていう。何世代続くんだろう。いやいや、もうすでに999年やってるんで、 あと4ヶ月ぐらいで終わりです。そんなに昔からあったんですか。昔やってます。そんな創世紀から、はい、あーなんて言ってる間に、はい、もう平安末期からやってるんで、やばい歴史を感じるこの、はい、というゲームですが、そろそろ完成したんで終わりです、はい、もう見たくないので、はい、もう1000年やったからいいだろうみたいな、もういいだろうみたいな半ば諦めの目でいや諦めてない。いやしかしベガ側この積年の恨みを果たすかのように、僕今あんまり画面見ないで話してたんですけど結構ベガ押してるかと思ったら結構減ってましたね。ベガ、いやてか火力がねちょっとおかしいですよおかしいですよねおかしいですよ。平等じゃないんですよこのこれに関しては。あーいやある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 よ。からのゲダンも8大金減った。減りましたね。ちょっと前のゲダンを混ぜてからのこの台形は平等ですね。かなり効果的。さあ裏落ちからの投げ。さあいい固めだが投げない。あれオバー裏回りしない。裏回してるていたが、なるほど、裏回りホバーはドンピシャで投げれば最後が食らってやる2ヒット。これがあったのはデンさんのベガ止める。これが999年目のはい、なんかもうほぼ結論みたいな。あ、ウネさんの枠はすいません、先にトッキーさん。トッキーさん、さあ続きましてトッキーさんの DJ。 DJ ベガ、あのベガ使いの方ってサブキャラで DJ を使ってる人がよくいるんですけど、使いがちですね。はい、この DJ ベガの組み合わせはこれどうなんですか。 DJ っぽい気がするんですが、これは DJ、 はい、かなり DJ じゃないかと。確かにそうですね、この画面端閉じ込められるとかなりきつそうですね。さあ投げられて空中でこれ逃げられない。ピヨっている。さあ投げられて KO。 さあ上から抑え込まれるの結構めんどくさい。ジャンプ召喚も強いですし、はい、さあ投げて、さあ画面端閉じ込められて、パレスチナさんが関西で仲良くやってる風。今日もやってるんですかね。さあ、スカってしまう。しまいましたね。いい勝負ですね。お互い一本の宝石で弾が止められて、これはきつい。めくりが、まあ4ヒット。まあダメージは取れたので美味しいところではあるが、任されてめくりから投げ。さあ。勝ったのはトッキーさんの DJ。 さあここで、はい、ウネさんの S バイソン。あ、S バイソンか。さあ本人忘れていましたが今日の1キャラ目は S バイソン。さあ、ウネさんですね。ウネさん、はい、S バイソン、これでももともとバイソンDJ、ちょっと DJ じゃないかみたいな。そうですよね、バイソンやりにくい的な話は聞くんですが、さあグランドストレートじゃなくてウエストレートが出るのがどう判定影響するか。どうでも見てもあの X で比べたら S バイソン見劣りしますからね。いや、あのダッシュストレートがしゃがってば当たるっていうのが実は意外と球持ちには有効だったりして、あのするところそうですね、 DJ 戦はよく分かんないんですけど、
ダウンもついてくる。ガイドとかでやると結構嫌ですよ。あとバイオ、バルシムも嫌なんじゃないかな。グランドもクルージーもないですからね。グランドが実は DJ にはそんなに有効ではない、機能しないので、はいはい、むしろダッシュストリートがしゃがんでても当たる方がいやらしいんじゃないか的な。まあまあまあクレイジーないですけど、そうなんですよね。まあ受け身ないですよね。受け身もない、投げられたらおしまいですから、ね、全く近づけない。さあサマーバリアの前に近づけない、しょうがないですよね。散っていった。さあ散っていった。あ、続いて、あれ続いてあれじゃないですか、セロ様は1キャラ目はどっちでしたっけ。バリオグ、なるほど、順番だったんですね。さあ、お疲れ様でした。いやこれ無理無理さあセロテープさんはバルログですね。バルログ、残念ながらバルログ。バルログとザンギ、まあ対照的なキャラ選択でありますが、そうですね。しかし結構その空中、そうなんですよね、判定強いんで DJ、 そうですね、しやすいんですよね。怪しい技多いですけど空対空かなり強いですよね。さあこれ当たる、このパンチ怪しいが、こっから D さあセラーが虚しく空を切る。さあさあさあまず1本取ってたのはトッキーさんの DJ。 さあ、こかしてぐるぐるから詰め、やっぱね、重ねたくなっちゃうんですよね。バルログ、いや、まあ、重ねたくなりますね。しかしピヨった、ピヨっている、おっと、投げ返せたなんかピヨっている。さあ、トッキーさんの DJ 勝利で、はい。さあ続きまして、ほぼ山本さんの竜ですね。さあここまで、トッキーさん順調に勝ちを重ねております。対して現れたのがほぼ山本さんの、クス竜ですね。やばいな、俺フォックスバルログのつもりだったんだけど、ちょっとえ、フォックスバルログなんですか。バルログ予定だったんですけど、ちょっと不安の影が。まあまだ時間あるんで、そうですね、いかれでもね、できます。エッサガで練習し直します。あれさあエッサガ頑張ってください。じゃあ来週の式のスミチはエッサガなんですか。ちょっと様子見です、様子見。さあ山本さんの、竜ですが、まあこの組み合わせ竜がなんか美有利と言われているカードですが、まあ弾でやっぱそうですね、押す感じですが、空中戦となるとやはり DJ に分がいくのか。いける、ふわっとした竜巻。さあ上見られてて、これがきつい。 DJ のジャンプ台形がギリギリ届く間合いがやばいんですよね。あーなるほど、かなりハンドル、今この前のところちょっとやばくて、はい、そうですね、なんか飛ぶだけ飛んどいて足出さなければ昇竜も当たりにくいみたいな。ああなるほど、はい、で波動打ってたら頭蹴っちゃうみたいな。てかこのラウンドハウスが強いっすよ、おこの DJ の。あ、やばい、めくりしゃがんでいる、しゃがんで食らっている。友田先生からしゃがんじゃやばいだろうの言葉が、確かにしゃがんでしまってはっていうね。さあハクさんですね。さあ、さあ表裏の前に上下というね、はい、第一関門が、上下は2択だったやつからね。上にもガードがついていれば。さあハクさんの極み、ごく一部しゃがむと透かせるめくりみたいなのもあるんで、まあそうですね、はい、なんかほぼガードみたいな、ほぼガード、DJはちょっとやばいですけどね。さあキャノン出しまくる、果敢に出しまくる。ボキたち台形が結構機能してますね。さあ反応いいよ、上を見ていて、俺なら食らってたフーリガン、フーリガン食らってスカール、しかし追っかけてきますねハクさんも。さあしっかりそのスカった後にちゃんと追っかけて技振ってるので、はい、反応もすごいいいですよ。さあうっと、あれスカールやばすぎて、さあそれでも俺にはフーリガン、はい、このキャミーの中足、しかしこかされる、こっちの中足も強いんだと。あっ画面端見られてる。さあ安いが壁から逃がさなかったので OK。
かされて、あっと安い、やばいやつか、投げられた。ね、キャビンはちょっと小さいので、はい、めぐりも大雑把にやってしまうと、はい、割とああいうふうに使ったりもする。なるほど。さあ中足の使いに踏み込み投げ、おっとっと、中距離で、あっとしゃがんでる。これは先ほどの山本くらい山本くらい、山本くらいからのめくりコンボ、勝ったのはトッキーさんの DJ。 はい、さあここまで結構勝ちを重ねていますね、トッキーさん DJ は。何連勝中目、さあ5連勝中です。さあセロバルログセンスねえなみたいな話が、あれセロバルログセンスねえな、センスはない、センスは、いや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 、そんなことないですよ、いやいや、そんなことないですよ。例えばセンスじゃないものと戦ってるんで。あ、なるほど。あ、トンチで戦ってるんで。トンチはあります。あ、でもトンチ大事ですよね。はい、トンチや かなり精神衛生面的に。さあめくり。今のは普通くらい。はい。今のは普通くらい。くぐらい飛んでた。くぐらいだった。さあ一本取っていったのはトッキーさんの DJ、 かなりいい動きだが、弾で押されてあっという間に画面自体が焼かれてしまう。台足をガードして、さあこの亀足しっかり昇竜で落とす。さあ、あー出かかり、ファイヤー台足冷静、台足冷静、冷静、最後はそもそも難しい、はい、この前は見てから落とせる間合いなんで難しいですよね。ちょっと下がってファイヤー、上手かったですね今のは。うまい。さあいい勝負だ、開幕屈伸。さあ画面端だが、上通る、無理やりこじ上げていきましたね。さあ球の打ち合い、さすがに回転は龍、昇竜拳しっかり落としている。竜巻投げ、さあきついきつい、アップライはすら2連のところで立ってましたね、はい、これはカーニバルだい。さあ飛びがかかるか、だー波動拳ゼロ距離、阿部光さんがじっくりいった、これは避けれない勝ったのは阿電光さんの竜ですが、トッキーさん5連勝で単独トップですね。はい、今単独トップです。さあ続きまして現れたのが富田さんのベガ、お富田さん今日初ベガ、初ベガです。はい、さあリュウベガ、リュウベガも結構いい勝負ですよね。リュウがきつい、あ、リュウが逃げてる気がするんですが、はい、これもまあ玉で押して画面足で閉じ込めるという感じでなりますが、なんといってもこのスパゴンしっかり見極めて、リュウ側がそういうことするとちょっとベガ側が面倒くさいと思うんですが、そうですね、あの先ほどの大会でもあった、その場でめちゃくちゃ調達巻きをブンブンやるやつ、あれやばいですね、あれは見える、あれで真裏にポトッと落ちて、はい、そっからね、そっから寒い連携がつながるというやつもありますが、台足がすかったところにかなり押し返されてしまった。対応し置き、ロクガーの下がだー、しっかり昇竜見られている。勝ったのは友田さんのベガ。さあかなりいい勝負ではありましたが、続きましてデンさんのバイソン、バイソンです。さあエスとどこが違うのか、どこが違うんですかね、そんな違わないと思うんですけどね、あんまり違わないですね、あんまり違わないですね、両方ともパンチパーマだし、グラン…それはいつでも同じ目ですね。まあグランド、スパコン、あとオア、オアって言ってるだけだし、あ、3つしか出ない、3つしかない、確かに。さあ、ナイトメア、あー友田さんはバイソンもよく使うので、まあ知り尽くしているといった感じでしょう。考えてみるとバイソンは使うわ、チュニーは使うわ、とんだクソ野郎ですね言いますねまあ、強いキャラを使うっていうことは別にクソって意味じゃないと思いますけどね。そうですよ、強いキャラ使ってもいい人いますよ。やばい、やばい、
これは冷たい。勝ったのは友田さんのベガ。さあ続きまして、ウネさんですね。あ、僕いきまーす。さあ不安そうなウネガイル、スーピー側にいけんじゃないですか。いけるいけると自分を鼓舞しておりますね。エスバイソンだ。あれガイルでした。ガイルでした。残念。相手がウネさんということで起き上がり様を警戒したか。そうですね。クリマガード、お互い我慢しましたね。相打ち飛んでいくがガード、サーバンをうまく使って白い逃げいるが、あっとナイトメアを食らっている。さあ今起き上がりちょっと下がってからの中足ダブルミー、なかなかいい選択肢ですね。細かいですね、ゲーがね、はい、さあ、めくりホバー。普通システムがシンプルなので、ちょっと下がるとか、ちょっと踏み込むとかがかなり重要。さあ、さあ投げたが、ワンチャンあるか。ワンチャンない、あった、投げた。イソバット、思い切ったサマーを打っていく。第1、おっと、ナイトメイ出なかったか。さあどうする、後ろから、おっとソニックが当たってる。その前の壊しが良かったか。さあ九死に一勝、まだ分かんないでしょ。イーブンですか。ラウンドさんありましたね。さあ敵に、おっとソニックが出てしまう。さらにダブルにもらってしまう。投げはなくて、助けずってダブルはガード。ダブル様、ダブル2か。ダブル様、さあ頑張った。ここで最終ですけど、友田さんが多分3勝目ですね。ロッキーさんがいるんだ。なるほど、まだ1回目だので、はい、じゃあトッキーさんを入れます。はい、で、だからそこまでセーブさんのだけですね。はい、さあ落として使ったところにサイコクラッシャーからの2ヒット。さあこれは止めないが、ちょっとめくりながら落ちになってなかった。ここからオーバーはガードしたが、こんなあっという間に逃げられてしまう。浅め当ててますからね、オーバーね。そうですね。いやー、油断。この技が見えない。いや、ザンギとしてはもうあれですからね、二択になっちゃってますからね。そうなんですよね。経過したかで。さあ、画面始まりで追いやられたが、ダブルに投げられてしまう。さあ、裏から。ダブル2、ダブル2、このベガのカス当たりさせる技術かなり難しいと思うんですけどね。さあ捕まえたが画面中央だったため離れる。しかし飛び落としたが、さあ捕まえた、2回目捕まえましたね。そうですね、ダブル2深くガードしちゃうと作る圏内。さあ開幕ダブラリー。さあ、飛びが通って、さあ、かすって当たる。まあ、これはもうベガは足を振って、ザンギは回ってみたいな。そうですね、いつもの構図ですね、これはね。いつもの構図です。接触があるかというとね。しかし、飛びが通らないとなるとかなりきつい。ダメージソースがもう取れないですからね、ザンギは。そうですね、かすしかないのだが、オーラパンチで落とされましたからね、さっきね、飛びがね。あーさあ破れてしまう。で、トッキーさんの2キャラ目ですね。これが最後のプレイヤーですね。はい、これで友野さんがこれで4勝してるんで、これで勝てば5勝。まあでもどっちにしろ
あの連勝数多いプレイヤーですね。決勝戦なんで4と5なので、はい、これで最後。さあガエル投げる、あのそのガエル目がやっぱあの難しい、すみません、はい、そのベガのね突進をちゃんと考えて動かないとあっという間に体力を持ってかれてしまう。ダッシュの時よく見た耐久だった。ダッシュの時ベガの、さあめくりがすっかって投げてしまう。何度かガードしたが、そうですね、中足ダブルに結構厄介。なるほど、はい、ホバーも刺さってしまったんで画面端だが、さあおっとめくりが、しかし高かった暗い投げ、友澤ベガ勝利で5勝ですね、はい、友澤。あ、そっか、あ、はいはい、これが実質最後のプレイヤー、はい、はい、さあこれで山本さん、コーナーさんが山本さんに勝てば、1位になりますね。で、あの、まあ、決勝戦であの1位、2位で結構そのアドバンテージなので、ここは勝っておきたいところ。さあ、竜巻さあ、中盤振らなくて、めくり竜巻当たる、前足から波動、さあ、真空波動拳で削り殺し、かなり気持ちよく動いておりますが。伸び伸びしてますね。伸び伸びとしています、はい、チュンリーの時よりも伸び伸びしているような、どっかそんな感じがしますね。別に俺もう勝っても負けても決勝戦とか関係ないんでしょみたいな、なんて言ってられる伸び伸びした動きで、今のひどい負け方ですが、別に、はい、だから何みたいな。そうですね、はい、捨てるものは何もない。まあ87秒で終わったけど、だから何と。そうそうそう、さあ押し込めたぞ、なんて言ってたら伸び伸びやっていたが、今度は86秒、1位通過が友澤ベガ、はい、2位通過がトッキーさんの DJ ですね。友澤さん、1P、2P どちらがいいですか。はい、じゃあそのまま入ってください。じゃあここから3先の決勝戦が始まります。はい、トッキーさんの DJ と、友澤さんのベガで3先ですね。さあ決勝戦いきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ画面端の攻防です。さあ、この最後カスあたりが一実に厄介。そうなんですよね、感じすごいやりづらい。さあその後どう動くかですね。いやー、冷静に重ねて、まずはベガ側もそんな楽な組み合わせじゃなかったはずですよね、はい、確か、まあ、そうですね、一応そうなんですけど、さあ結構その落とす技もいっぱい持ってるんで、DJ お互いそうですよね。さあ受け身がない、投げる、一歩前に出ましたよ。さあここは冷静にいきたいところ、しかし友田さん突進している。おっとここでなぜか、あマシンガン惜しい、伸びが一方がしい。一本目は友田ベガ、はい、まずは一本、あそこでマシンガンはちょっとあれですよね、予想外すぎますよね。ちょっと、キテレツな展開になりました、はい、さあ開幕、あれ何すか、何キック、なんか DJ の技が一歩勝ちしたんで、通常技が80、さあ冷静にバックジャンプ、さあ食らう、今何が起きたか見えなかった、スライディングがダブル2の下をくぐったように見えましたね。くぐりましたね、くぐったけど当たりましたね。いや、当たってないですよ、当たってないです。え、当たってない、当たりました、当たりましたよね。あ、なるほど、振り返ったわけじゃないですね。なんかダブル2の着地際とちょうど合わさった感じが、奇跡のね、はい、しかし、さあ、裏から投げる、裏着地投げ、もうラッシュですよ、このベガ。そうっすね、やっぱベガ、ベガ10割ですからね、やっぱね、ありますからね。さあ、スライディングで抜けるが落とされて、いきなりきついやつ。さあブルニキダブルニ、さあと
いやダブル2までつなげていく。さあ2本目友澤がこれでマッチポイント、このままストレートになってしまうのか。このままラブゲームになってしまう、まあ、ここからトッキーさんがいい感じに展開していこうか、ね、この試合に全てがかかってる。どういう展開になるか。さああれは当たらないが、スタスラスライディング相打ち、相打ちだがダメージ値が若干 DJ の方が高い、抑えている。さあダブルニアガードして、さあここおしっかりと拾った。しかしナイトメアで脱出、投げる。今の起き上がり投げはすごいですね、はい、しっかり入力しています。さあ空中で落としていく、しっかり相打ち取って、さあ逆側に出てしまう。さあカニが痛い、カニが痛いですね。カニはギザギザしてますからね。痛いですね。さあ、膝。これでマッチポイント。さあ先にリーチは友澤が、はい、さあ、あれが相打ちになるんですね。投げる。投げる。あ、しかし、飛びがしっかり見られていた。ジャック。後ろからジャック。ジャックは刺さるが攻めが止まらない。いやーめくられてめくりでくらってしまった。優勝は友田さんのベガ。優勝おめでとうございます。優勝おめでとうございます。じゃあ一言コメント、はいはい、おめでとうございます。いやー今日久々ベガですよね、まあ、今日久々ですね、うん、もうねチーム戦もパレスチナじゃないイスラエル君が優勝してくれて、そうですね。でね細道の方も、はいはい、そうですね、イスラエル君の友達の友達君が優勝してくれて嬉しかったです。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。というわけで、優勝は友田さんのベガということで、時間収まりましたね。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。でしょ、はい、間に合いました。一つ一戦一戦短いですからね、時間は ね、 ただ皆様が協力的にやってくれたんで、はい、まあ、ね、なんかあった、はい、バタバタしましたが、バタバタしましたね。第104回も、はい、104回お疲れ様でした。はい、なんかあれ X なんとか X なんとか X なんとかフォックスじゃなくてフォックス締め切っていつでしたっけ。でフォックスは29秒とかじゃないですか。じゃあ締め切り、あ、締め切りか、ごめんなさい、締め切り。ちょっと私も全くですね、はい、まあいいか、まあいいか、なるほど、なるほど、ちょっと次回まで調べてみましょうか。質が出てこない、分かった、まあそうですね、はいはい、まあ画面上の時間までは文字合い流しますということで、そうですね、今日もいろいろお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。KK さんありがとうございます。エントリー10人ホックスのエントリーですね、12月21日までということで、ありがとうございます。わざわざすいません、我々ちょっと見てなかったですね。はい、と
わけで一旦あのジョゼフさん、ケイカワヤさんからコメント入ってます。ケイカワヤさんありがとうございます。ありがとうございます。12月21日までエントリーって、まあ、あと11時間くらいでケイカワヤさんと僕会うんですけど。あれそうなんですか、はい、どこで会うんですか。秘密です。秘密なんですか。個人情報なんで。個人情報、はい、あれケイカワヤさん今向かってるんですか。わかんないです。わかんない。なるほど、はい、ただ今日のヘイのハイスコアは KKY でした。あ、なるほど、はい、また来ていただいたと。150万点ぐらいで、はい、なるほど。さあ、じゃあそういうわけで KKY さんが、はい、エントリーしてくるか来ないか。あと1週間ぐらい。1週間ぐらいですね。じゃあぼちぼち決めないと。14日なんで、はい、まあ、あのちょっと変わったね、ルールなんで、決めていただいて。なんか今日、ヤバいチームがツイッター上で結成されてた風なんですよ。あ、本当ですか。はい、なんかジャイアン、あ、中野の、いやいや、じゃなくジャイアン、シロ、タイラーに、コエモンっていうなんか、はい、この野郎。あれ、セロテプさんはお誘いなかった。俺、秘密の、あ、秘密のまた秘密の、ヤバいやね。なるほど、これからある。いやいや、もう秘密のヤバいあれが、秘密のヤバいあれがあれなんで、あれです。なるほど、なるほど。かなりヤバいっす。かなりヤバいですね。お楽しみ。はい、わかりました。お疲れ様でした。じゃあお疲れ様です。はい、お願いいたします。
Thank you.